グスタフ・マイヤーグスタフ・マイヤーはオーストリアの教師、昆虫学者、昆虫収集家であるウィーンで生まれた。学生時代からウィーンのオーストリア動物学植物学協会の創立メンバーとなり、1856年に医学の学位をへ、高校の博物学と科学の教員資格を得た。同じ年にハンガリーのペシットで、 教員となるが、1861年にハンガリーがマジャール化政策を取ったことにより、ハンガリーでの教員の職を失った。ウィーンに戻り、中学校の教師となり、1892年まで教師を続けた。退職後、名誉称号を受けた。1876年に民間勲章を受訓した。学生時代から昆虫学に取り組み、 マクシメやアリ学の分類を専門とした。1350種、5500点の標本を収集した。これは、ウィーン自然史博物館に収められた。自らの標本とウィーン自然史博物館にあった標本を研究した。8目の昆虫の俗名、メイレア・フォーエル、ユーマリア・アシュミード、メイレー・エイラ・フォーエルのほか、50ほどの昆虫の種の学名に、懸命されている。 ありがとうございます。